ミルクサッカーアカデミーでございます。ノーミルク佐藤でございます。先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・月刊J2 よろしくお願いいたします。11月号そうなんですよ。ということで11月の J2 を振り返りながらね、はい、その月刊成績でどんな感じだったのかというところを振り返っていきたいなと、はい、やっていきたいと思います。そして残りのシーズンでどうなるかというこの月刊シリーズ最後の J2 でございますね。そういうことでございますよ。これはもうあの年間サマリー J2 が待ってますから。そういうことで。データワードね。金の牛乳瓶をゲットするのは誰だっていうことになりますからね。勝手に贈呈させてもらいますからね、これね。やりたいですね。はい、データ先生出してくれました。この表を見ていきましょう。ドン出ました。はい、はい、数値がいっぱいになっちゃいました。実はかなり。これはすごいパズルですよ。そうね、まずはなんで、ね。初めての方、思ってるほど難しくないんでね、あの、大丈夫です。あと、今、ま、そう言っていただけるのが嬉しい。いやいや、ほんとわかるです。あと、今、食器洗いとかね、あのトレーニング中とか、手の離せない方もこれ大丈夫です。ね。ちゃんと我々は声で喋りますからね。はい、はい、大丈夫です。そういう原点ですか、はい、それが。はい。はい、はい。ということで、まず表の見方はちょっとお伝えしていきたいと思います。そうですね、見方をはい。左側に書いてあるのは、はい、累計の順位表ではなく、うん、11月限定の順位表となっております。明治、徳島、そこから長崎、うん、松本、甲府、福岡、岩田となってますけれども、うん、そうなっておりますと、はい、で。その脇にあるのが、月間成績になっております。はい。基本的には勝ち点、得点、失点の1試合平均でもあるんですが、うんうんうん、ちょっと J2、11月は、あの、はいバラバラっとこうなってしまったのもあったので、うんうんうん、なんで一応累計のポイントとかも累計のポイント得点失点も一応書いてはありますと。はい。で、1試合平均であの、良かったよっていうところは、うん、水色のカラーリングさせてもらってて、うんうんうん、ちょっとよろしくはなかったかなっていうところには、ちょっとピンクのカラーリングをしております。なるほど。はい。はい。で、今度その脇には、月間成績の右脇には、うん、各月単位での、順位を記載しております。なるほどですね、はいはい、最初のね2月から6 7月までっていうところと、うん、あとは8月9月10月とあとは累計での順位表を超えております、はい、そして一番右にはなんと残り4試合の対戦カードを書いてみました、うん、これだけでもこれはねいいテンション上がりますよね。わかりやすい。上がります、うん、ありがとうございます。なるほど。長崎はこうやって当たってああさやーっていうことになりますもんね。そういうことでございます。上がりました。はい、はい、じゃあちょっと見どころを教えてくださいよ。はい、見ていきたいと思います。11月どんなだったかということですけれども、はい、うん、なんとですね、うん、今回この11月首位に立った徳島、はい、よく考えると彼らも初めて月間単位で首位に立ったのはなんとこれが初めてだったんです。え、ずっとなんか上でいて、そう、ずっと上でいたけど、はい、やっぱり4位とか2位にいて、そうか、上のところでは保ってたんだけども、やっと突き抜けた月だったんです。そして10月に限ってはそっか調子悪かったんだ。そうなんです。9位になってるもんね。そうなんです。はあ、そうですか。持ち直して。今や。はいはいはい。だこう見てみるとね、うん、例えば、最初の2、6、7月で1位取った長崎は、9月で最下位に1回なっちゃったんですよ。22。本当だね。こう、ちょっと群がったね。長崎のシーズンは。そうなんです。はいはいはい。そして、8月で首位に立った、いわゆる全、うん、あの無敗でしたね。北九州は、うん、その2ヶ月後、10月ではなんと22チーム中21位になっちゃったんです。そうだよ、北九州無双だったもんね、夏はね。そうなんですよ。なんでこう考えていくと、うん、基本的に大体調子の良さって2ヶ月から3ヶ月程度しか持たないんじゃないかっていうのが、あー、なるほど、うん、これを見るとあるんです。あ、よく考えるとあの11月あの福岡も5位にはなってるんですよ、うんうん、いわゆる9月1位10月1位って来たけど11月が5位でちょっと今調子があまり上がらないんじゃないかなんてことも今はなんか各ねメディアとかでも言われたりするんですけど、あとはこの調子が今なかなか上がらないところをどうやって最低でも勝ち点1ずつ拾い続けて福岡は2位をキープできるかどうかっていうのがこの終盤になってきてる。あ、なるほどなるほど。はあ、やっぱバイオリズムみたいなのもあるっていうことですね。だから、そうですね。先生が今言っていただいたことから、J2 2020の統計学みたいなのがちょっと弾き出された感じですね。こういうことだと思いますね。すねなんで、上振れしすぎないっていうのは、結構大事なことなんでしょうね。はあ、はあ、はあ、もしくはちょっとブレるぐらいだったら、うん、秋田とか川崎ぐらいまでギューンと突き抜けない限りは、うん、ダメだったんじゃないかっていう。これ J2 に関しては着実に上位で居続けたくたとこうどうかがっていうことですね。ちょっとね、あの、トークがブレちゃいましたけど。ちょっとごめんなさいね。恥ずかしい。そういうことなんですね。相手のがありました。でもそれ以外に一個ちょっとすごいなと思うのが、
甲府皆さんには見ていただきたくて。甲府、はい、月間4位、現在は全体でも4位と。はい。はい。うん、なんと、得点はね、1試合平均 1.00 と、なかなか上がらなかったんですが、はい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 、その彼失点が、もうべらぼうにすごくて、はい、1試合平均 0.43。おー、すごい。2試合やっても1点取られねえぞ、ぐらいな。あらららら。あれだけの成績残したんですね。山のごとし、ね。取られざること。はいはい。そうなんですよ。ほんと武骨なチームですよね。来年このチームで大卒選手もたくさん加入して、で、その前にはもうね、特別指定という形で今年も出てたりしますけど、はい、そこからもうすでに伊豆を体感してる感じにもなってますね。すごいな。なるほどね。はいはいはい。しかもそれ以外にも、いわゆる三冠部じゃないけどね。うん、松本。1試合平均 0.75。うん。とか、あともちろん京都とか栃木とかも1試合平均1切ってるような感じなので、はい、なんかいいですね。こう守備固いチームっていうのがなんかちょっとね、いいですよね、なんかね。長野もいいですしね。なんかこの、内陸のチームがちょっといい感じですね。ちょっといい感じだったなと思いますと。で、ちなみにそんな甲府さんなんですが、はいはいはい。愛媛で一回のちょっと、コロナウイルスの、判定が出ちゃった選手もいて、一切ちょっと、延期になってるんですよね。だから甲府今全体でも4位なんだけど、他のチームたちよりも1試合少ない状態だから、残り全勝であれば可能性はあるんですよ。うん、なるほど。そっかそっか、ジャンプアップできるってことだね。そうなんですよ。で、しかも福岡はちょっと、福岡とは対戦ないんでまだわかんないですけど、一、うん、つ順位上の、いわゆる年間での順位は1個上の長崎とは41節でなんと直接対決なんかもあってたりする、うん。なるほど。6ファイトゲームズ。そういうことだね。ゲームスじゃないね、ゲームだね。英語だからね、調子乗って作っちゃいましたけど。はいはいはい。あとまた面白いのがね。年間で首位の今、徳島と、年間2位の福岡が、最終42節で直接対決とかあるんですよ。あ、向けて福岡と？年間首位の徳島と、年間2位の福岡が最終節で直接対決。うわー、これは素晴らしいね。だ例えば状況によっては、昇格はちょっと早めに決めちゃう、徳島決めちゃうかもしれないけど、優勝争い限定は最終節までもつれるとか、そんな可能性とかも全然ありますから。なるほどね。勝ち点3差で当たって、最後にとか、そういうことも起こり得るかもしれない、ね。素晴らしいですね、これは。ねえ。そんな中で、このやっぱね、この右側のこの残りの試合の、これ見ていただけると、ちょっとわかるのが、16位のジェフ千葉ちょっとご覧いただきたいんです。16位の千葉。はい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 。これ青とか緑色のカラーリングになってるところが、いわゆる上位チームということになるんですけど、はいはい、千葉が残ってる4試合が甲府、徳島、栃木、北九州と、上位勢との争いが多いんですね。本当ですね。ちょっとここら辺鍵握ってきてもおかしくはないかもしれない。千葉の、こう、なんていうんですか、好調不振で、また上位の順位も変わってくんじゃないかってことね。うん、かもしれません、ね。千葉がここから勢いづいちゃうと、また乱世が来るっていうことですね。そういうことです。なるほど、なるほど。じゃあさあ、そこがどうなっていくかということでございます。わかりました。はい。見どころが分かりましたよ、これ先生。はい。ということで、残りのこのね、この表が秀逸だわ。ありがとうございます。なるほどですね。これ海外、色味もちょっとパッと分かんだよ、これ。ありがとうございます。これは海外編とかも含めて、またね、ちょっと続けていきたいなと思っております。いや、そうで、色がね、全体順位と対応してるんですよ、これね。ありがとうございます。強いとこで当たっちゃっていうのが一発分かるわけですよ、これね。分かりますね。すごいです。平面でこれだけの情報ね、先生ね。ありがとうございます。なかなか表現できるもんじゃないですよ。自家自産ということで我々ありがとうございます、はい、続きましてじゃあ、ベストイレブン、ね、はい、このあれはね、パチリと後で写メ撮っていただければゆっくり見ていただけますんでね、はい、はい、行きましょう。写メ撮った方がこう指でね、こうスワイプしての伸ばせますからね、それで見ていただいて、はい、いいんじゃないですかね、はい、はい、続きましょう。こちらと出ました、はい、はい、こちらでございます、はい、11月のねデータ、はい、はいでございます。はい、まあ、7月イバルボ、8月ディサロ、9月上島、10月白井ときて、11月の MVP は、徳島ボルティスの渡井正樹。なりました。はい、渡井選手でございましたね。はい。まあ、最近はちょっと左サイドをえぐって2枚かわしてタッチラインギリギリからのまたクロスなんて、そんなシーンだったかも含めて。
まあ、明らかに今大スターへの階段を登ってってるなという形でございますけど、はいはい、来期ね、J バネの活躍見られるのがちょっと楽しみでございますね。J1で、なるほどね。はい。で、ベストイレブン見ていきたいんですが、うん、ゴールキーパー松本山雅の村山選手。うん、そこからセンターバック上島選手、今津選手、左には江川、右には藤田誠也、うん、ボランチで藤田、ジョエル、千葉と岩尾が入りまして、うん、2列目に山口、渡井、首位争いをしているようなね、昇格争いをしているようなチームから出てるわけですね、これ当然ね。多いですね、はいはいはい、そして最後は AG ガル、柿田というフォワードでございますと。で、控え見ていくと、キーパーには藤島、カルバハル、で、控えのセンターバックにバイスとフレイレ。うん、で、本田、前島、遠藤ね、アットさんに小泉、岸本、木田、西谷、秋元と入りましたと。うん、こんなメンツで、しかもここまで来たのがね、これ J3 編でもちらっと話しましたけど、はい、今年ね、いろんなこのデータからこうやって僕ベストイレブン出しましたが、はい、数値まで全部出しすぎると、はい、ちょっと見づらかったりとか資料どうしようかなって思ってあまりこう出さないようにしてたんですが、うん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 、来期はね、どうにかこう、はい、皆さんにもこう手元で見ていただけるように、はい、なんかデータサイト的なものが作れたらいいなと思って今私動いております。サイトを作っちゃうってことですか？はい、それで、あのいわゆる、例えば、一試合ごとで、あ、パス、この人、パスこれぐらいだったんだとか、タックルこれぐらいだったんだとかだけじゃなく、あと、要はそれを月間単位とかで見てみたら、あ、なるほど、だからこの人が月間 MVP になるの、なるほど、得点とかなかったけど、この守備の数値見たら納得だわ。知りたいですね。どういう総合評価、総合評価って言ってますけども、はい、そのディティールをなんかリンクから止めて見れるわけですね。はい、ちょっとそれをできるように、まあ、頑張ります、今年。それをね、たどり着いたんですよ、リンクを押すとね、まず5分間だけ井上真央の一人コント見なきゃ、次いけないことになってますよね。それ設定しましょうか、本当に。やめて。総合評価下がっちゃうからデータがね。やめてしまえ、そんな気持ちなのね。お願いします。なるほど。でねんでね、はい、と、はいはい、ちょっとね、この終盤、私この表を作った後にちょっと驚きのニュースが飛び込んできてしまったんですよ。なんでしょうか。実は J2 の中で、はい、いわゆるここまで5回このベストイレブンとかってことやってきましたけど、はい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 、5分の5すべてで、ラインナップされてきたのが水戸ホーリーホークの山口和真選手でした。うーん、すごい。正直、僕も山口選手で決まりだと思ってました。うん、MVP。あ、はいはいはい。ね、なんと、お怪我をしてしまいまして、なるほど。多分の、12月出られないんじゃないかと。ああ、そうですか。そう、まだ全治まだちょっと僕確認できてないんですけど、はははは、ともすれば来季の開幕危ないかもしれなくて。そんなに？あらま。そうなんです。前十字の損傷とか出てたので、そうですか。ね、だから1週間、2週間じゃないなと思ったから。だ、もしかするとそこを徳島組、うん、福岡組がこうさっとかっさらって可能性はありそうです。そう、まあ、後半ね、これから4試合ありますもんね。そうなんです、でそこの一番前に立つ、はい、先頭に立つのが上島選手、うん、もしくは今月の MVP にもなったこの渡井選手や、うん、フォワード柿田選手、このあたりがちょっとライバル候補になってきそうなので、このあたりから誰が入ってくるか、うん、でもちろんただ残り4連勝で、例えばハットトリック4回とかであれば、栃木の秋元選手なんていうパターンが残ってますから。なるほど。ハットトリック4回しないと無理なんですか。まあ、それぐらい差はあるかなと思うけど。そうなんだ。はぁ。まあ、もちろん1ゴール2アシストとかでもね。あ、それでもいけるかもしれない。ね、まあ、それぐらいだか欲しいなってのはある。ああ、そんなに山口選手がこう話してるわけです、今ね。そうですね。35点ぐらいでしたっけ、得点に関与してますから、ちょっと別格なところがありますね。なるほど。痛いですね。わかりました。ということでございます、はい。ということで、月間シリーズはこれで終わりまして、あれですもんね。次はもうデータアワード早いもんで、今シーズンがあと4試合。そうなんですよ。年間のね、ベストイレブン等々を表彰させていただく流れになると思います。はい、楽しみですね。楽しみでございます。その回もね。はい。はい、年末にやりたいと思いますので、皆さんもどうぞ、はい、お待ちいただきたいと思います。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。高評価ボタン並びにね、高評価ボタン並びにチャンネル登録一つよろしくお願いいたします。お願いします。井上、ありがとうございました。ノーミルク佐藤でございました。それでは毎日やってます。また明日お会いしましょう。バッハハイロハイハイ。バッハハイ。どうもどうも。